皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。早速ゆきチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、10月の5日土曜日なんですが、いわき市山手センターの体験発掘再開の日、なんですけれども、今はもう現地に来てまして、で残念なことに、その午前の部ですね、の体験発掘がちょっと雨で中止になってしまいまして、で今は午後の部の開始を待ってる状態です。朝自分がこの現地に着いた段階ではまだ雨は降ってなかったんですけども、そのしばらく後にですね、ちょっと10ミリ前後の結構強い雨が降っちゃいまして、路頭がやっぱりね、びしゃびしゃになってしまったんで、まあ午前中はちょっとできないということで中止になってしまいましたんで、午後は、まあ雨は止むようなんですけども、まあ肝心の路頭の状態が悪ければ、脱却はできないんで、まあ今はそのコンディションが回復するのを待ってる状態なんですけどもね、まあね、その午後の発掘ができるかどうかの判断をね、待ちたいと思います。はい。鳥ゴニャが入って捨てるほどいる。アピオドリゴニャオンパレードですね。あ、本当だ。先端が飛んだ。先端が飛んだ。多分これ完璧なんですけど、先この辺に落ちた。
お、すごい。これ突起がここに並んでる。あ、こうなってるやつ。あ、三浦さん、それはダメですよ。それはダメですよ。突起ありますよね。アンモナイト。異常巻き、ここによく見てもらうと下にこう突起が出てる。本当だ。エゾセラス。さっきの説明書。それは回収なんです。これは没収です。あやっぱり。せっかく取った。はい、というわけで体験靴から帰ってまいりました。でまあ、2日間でまあまあいい成果があったわけなんですけれども、まああの土曜日の成果としては、はい、こちらですね。はい、ここに大きい歯があるんですけども、この先端が飛んでしまったということで、まあもうちょっとこう天気が良くて晴れてれば、万が一こう下に落っこっちゃってもですね、あの太陽の光でこうキラキラ光って分かりやすいんでしょうけども、もう土日ずっと曇って、こう若干雨が降ってるような天気がずっと続いてたんで、うん、どこをどう探しても見当たらなかったんですけど、まあ、とりあえずこの先端がこう落っこっちゃったであろうこの下の地面ですね、地面の泥をある程度こうね作って持って帰ってきました。はい、でまあ後日ですね、それをこうふるいに入れて、そこからこう水をぶっかけて、こうね、中に入っているものをこう洗い出して、この先端をねなんとか見つけたいと思うんですけども、まあ、先端さえあればですね、これは完全に完品の歯だったんで、なんとしてもこれは完全な本当に完品に戻したいと思います。はい、それから日曜日に出てきた、まあ、ちょっと、これまだ、接着してないんで、剥がして話したところで、こっちゃんもよくございますけど、これですね、アンモナイトの、まあ、異常巻きのアンモナイトで、あ、まあ、この映像とちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、この殻の下に沿ってですね、突起がこう並んでるわけですね。うん、で、この殻の下に、突起が、はい、こんな感じでですね、突起がこう2列並んでるんですね。はい、まあ、というところからも、まあこれ非常にアンモナイトセンターでも算出例の少ない異常巻きのアンモナイトのようなんですけど、まあこれ、今手元にありますけども没収は確定してしまってるんで、クリーニングとですね、修復を終えた後は、アンモナイトセンターの方にですね、お渡ししたいと思ってます。はい。はい、というわけで、この2日間ですね、結構いいものが出ました。はい、で、まあ、自分が掘ってた、このでっかい天石もですね、その周りで掘ってた方もですね、結構いろんな、面白い化石が出てきたりしてたんで、まだまだ、そういうね、珍しいものも待ってるんじゃないかなと思うんで、まあ、気になる方はアンモナイトセンターに行って、体験学習に参加してみてください。で、まだ路頭なんですけれども、この工事で出た泥がですね、表面に結構こう、ついていて、まあ、雨降っちゃうと、まあ、滑りやすくなる路頭がですね、その泥のせいでさらにこう、滑りやすくなってる状態なんで、まあ、一回ですね、どうせならこう、大雨が降って、その路頭の表面を洗い流してくれれば、多少はマシになるんじゃないかと思うんですけど、現状のままだと泥が被っている状態なので、まだまだ滑りやすい状況が続いてると思うんでね、まあ、体験学習参加される方はちょっとね注意してください。というわけでですね、このサメの歯と、アンモナイトの、まあ、クリーニングとか修復ですね、こちらの方は泳い動画の方をね作っていきたいと思ってます。はい、というわけで、アンモナイトセンターの体験学習再開の動画でございました。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画は再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。